舞台は近江の国。赤穂浪士討ち入りのニュースに話題は持ちきり。しかしたった一人それをバカにする者がいた。討ち入りも終わってみたらなんかあっけなかったね、あっけなかったね。あんまりじゃ。野田版歌舞伎第一弾、とことん笑ってとことん泣ける、こんな歌舞伎を待ってました。野田版、時立つの打たれ。襟が乱れております。